独占北川景子仕事が美の秘訣。美容雑誌の読者から今年最も支持を集めたコスメや人物を発表するベストコスメ大賞の発表会が行われ、読者が一番なりたい顔ナンバーワンに選ばれた北川景子さんが登場。目覚ましが独占インタビューしました。やっぱり正直そのなりたい顔ナンバーワンとか選ばれると恥ずかしいもんですか、こう嬉しいもんですか。いや内心めちゃくちゃ嬉しくて、結構気にしてみて1位だとよしってなるんですけどでもなんかそれについてコメントを求められるとちょっと恥ずかしいちょっとそっと喜びたい私は結構本当にワーカホリックで、仕事が充実してると一番アドレナリンも出るし幸せを感じるタイプなので、今年忙しくてすごい嬉しかったんですけど、でもお仕事だけじゃなくて自分の好きなことにちゃんと時間も取りましたし、宝塚が大好きなので宝塚たくさん行ったりとかして、なんか自分が楽しいなと思ったり嬉しいなと思うことを頑張って時間を作ってやるようにことしてて、自分を楽しませるというか時々自分を甘やかすというか、そういうのもいいのかなと思いますね。来年もこうよしっとできるといいですね。いやーよしやりたいですね。何やらせないでくださいよいや北川さん本当キラキラしてますね。綺麗ですね。ちなみに北川さん目と眉が印象的なので、そこのメイクはこだわっているということだそうですよ。仕事頑張るとアドレナリンが出る。頑張りましょう。頑張りましょう。